はもうそういう流れしかあんまりいかないですよ。まあ、うん、そうなんだ。うん、まあ、用事がないんだ。あ、用事がないんだ。へえ、そうなんだ。はい。なんだ、せっかく横浜来るって聞いたから、ね。いや、行かないっす。あ、ほんと、そうなんですね、はい。うん。なるほどですね。はい。え、なんかもうちょっとこう来るかなと思ったんだけど。行かないっす。うん。はい。なんかこれ A 番車とか言ってるから A 番じゃないからね、悪いけど。ああ、そうなんですね。うん、はい、あ、やまれてもらっていいですかね、ちょっと。はい、うん、適当なね、コメントする人多いんでね。あ、そうですね。はい。いやいや、01だからね、ちょっとこう横浜来んのかなと思って。いや、行かないですよ。745も0連投やめた方がいいからね、お前。気持ち悪いから。俺がどこが保護なんだよ、パパ。ゴミ。上がってこい、お前。うん、あいこさんと会ってんの。連帯やめた方がいいから745、お前気持ち悪いから、たった一人の前保護保護言ってるけども、どうやってお前保護受けんだよゴミが、こら横浜来いよ、やいってしてるからお前がや、ゴミで。ゼロはね、横浜来ないのじゃあ。はい、今後来ないの一切。はいはい。へえー、まあ一切かは分かんないですけど、基本行かないですよ、うん、あ、そうなんですね。今どこにいる？東京じゃないの？引きこもりなんでね。はい。うん、今北海道にいます。いやいや、東京じゃないの？北海道にいます。うん、なんでそんなシーンとしちゃってんの？はい？なんでそんなシーンとしちゃってんの？まあ落ち着いてるってことですね。今？もう。はい。もっとなんか前はなんか勢いがあったけど。はい。もう先生になると、やっぱ落ち着いて配信しますよね。あんまわちゃわちゃしないですよね。あ、そうなんですね。はい。でさ、俺ゼロワンってさ、結局腹ましてるじゃん。あの、その、クレちゃんとのその妊娠の件はどうなったの、あれは。ちょっと聞きたいんだけど。あの、彼女にブロックしたじゃん、あなた。クレちゃんの枠で、俺のことをブロックしたじゃない。はい、ちょっと覚えてないです。覚えてないですか、あなたブロックしたじゃないですか、俺の枠で。あ、じゃあ、あなたの、その、クレちゃんの彼女の枠で。はい。うん。本当あれってさ、妊娠させたの。はい。あ、そうなんですね。はい。でも彼女ってなんかいろいろ特会引っかいでさ、女のなんか、わかんない、やりまんなのか知らないけど、男特会引っかいじゃない。はい。結局はね、ゼロまで何人くらい腹ましたの、今まで。聞きたいこともあるんだけど。腹ました。ふわっち初めてか、二人ですね。なるほどですね。はい。で、もともとバツイチかなんかだよね。子供も2人ぐらいいんだっけ。俺と変わらないんだよね。はい。そうなんだ。どうしたんですか？ヘイト向けたいんですか？いや、なんかすごいなと思って。はい。なんかすごい聞きたいなと思って。一度会ったことある人間だからさ、ちょっと聞きたいなと思って。はい。聞きたいことがあるから。はい。で、つい最近いつエッチしたの？いや、ちょっとそういうのはあんまり言いたくないですね。なんで？はい。そういうの。うん、ずっとしてないですよ。そうなんですね。はい。そうなんですね。もうさせてくれる人もいないですから。あ、そうなんですか。はい。基本俺コラボ上がったんだけどさ、あのコラボ上げさせてもらうことは、俺の受け付けてくれなかったじゃん。なんで？いや、他の人がいたんで、順番なんで、うん、誰かと上がってる時は。ないんですよね。一人ずつ。なるほどですね。はい。だから別に暇な時はいつでもあげますよ。あ、本当ですか。はい。なるほどですね。またぜひね、機会があれば。はい。ね、ぜひ横浜来た時は。なんすか。え？横浜来た時はなんすか。ぜひね、なんか出迎えてあげようかなと思って。出迎える？ちょっと出迎えてあげようかなって。怖いんでやめてくださいもん。なんで怖いんだよ。はい。お前さ、はい、お前ふざけんな、ほんとに。なんで怖いとか いちいち言ってくる。出迎えは大丈夫です。いや、ほんとですか。いやいや、出迎えてみようかな。はい、だって、大手のゼロワンって言われてね、この世界でナンバーワンって言われて、出迎えてあげなきゃね。いやね、もう閲覧見てもナンバーワンは他にいるんで。はい、あ、そうなんですか。はい、そうなんですね。大丈夫ですよ。ほんとですか。はい。なんか、昔だったらガツガツ言ってきたけど、なんでこんなにおとなしくなっちゃうんですか、俺に対して。結構なんかガツガツ言ってきた部分があるけど。
それはね、今落ち着いてるからね。うん、そうなんですね。よくないよね、あんまりね。敵作って喧嘩するっていうのも。うん、まあ、それは分かってるんだけど。うん。なんか、最初の頃はすごいガツガツ言ってきたから。うん。もう若くない。うん。おとなしくやってますよ。そうなんですね。はい。めんどくさいんでね、喧嘩とか。うん、でも喧嘩足じゃないですか、ゼロワンで。はい、喧嘩足みたいなこと言ってたんですか。喧嘩、まあ、喧嘩売られたら買えますよ。うん、本当ですか。じゃあ今喧嘩売ったら買ってくれるんです。喧嘩売りたいんですか。うん。え、ものすごく売りたい。売りたい。めちゃめちゃ売りたい。だってその気で来れるんだったらばっていう。どういう喧嘩ですか。 どういう喧嘩します。じゃあどういう喧嘩したいの。どういう喧嘩します。いや、したい方が決めないと。俺は売られたら。いや、俺は捕まりたくないからね。このふわちかりも捕まってこるから、商売でね。いや、ね、喧嘩だったら多分負ける気もないからね。他のなんかやります。じゃあなんかラップ対決やりますか。ラップできるの。うんうん、やります。喧嘩じゃないけどね、ラップは。あ、遊びだけどね。それやりましょうか。はい、じゃあやりますか。やりましょうか。戦国語どっち行きます？じゃ最初はグー、じゃんけん、グー、パー。高校で。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。やっぱ俺が上がってきたらやっぱりあれだね、やっぱり幸が上がってくるんでしょうね。よ。タコや、ホゴや、カホゴ、何や、当たりや、お前。お前と喧嘩する価値なんてない。リアルで勝負なんかしてない。配信で上下関係、力の差は歴然してる。えい、全然かなわない。俺には全然勝てない。こうたんしか勝たん。お前は全然勝てない。それ終わりなの。マジでゼロワン、それでいいの。発祥ゼロワン、朝比奈愛子、地雷の女、関わってばっかり、腹まして女芸の雑魚、口ばっかり、ヘタレの雑魚、モンジョリ頭引っ張ったかれて、シュンとしたツイッター上がってた雑魚、お前は女のネタしかできない、ヘタレの雑魚、毎回毎回雑魚、モンジョリに頭引っ張ったかれてシュンとした雑魚、今は大手のところで頭引っ張ったかれた雑魚。めちゃくちゃやる。順番じゃないの、発祥、ね、どうぞ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 。お前に雑魚とか言われたくない。今女ネタもしてない。 お前はただの雑魚、俺の勝ち。えい、よしかった。勝ちました。楽勝です。勝ちました。弱い。話にならない、うん。ちょっと気が乗らないラップ。うん、勝った、うん。ラップ風に話してるだけ。はい。はじめまして。誰ですか。ボーンと申します。どうしたんすか。あの前からあの配信をよく見ててですね、あなたの誠意にコラボ上がらないですか。 LINE じゃなくて、はい、なんで LINE なの。あ、ごめんなさい、僕コンピューターわからないんです。でどうしました。あなたの誠意に対してどういう感情があるかどうかを聞きたくて聞いてます。何人ですか。私日本人です。誠意に対して。はい。お前に誠意もクソもねえよ。あなたは素人な女の子しか行かないけど、私はお金出してでもリップな女の子抱いてるんですが、あなたはそんなゴミなわらしか食べてないような人生、それしかあなた
求めてないよ。あ、みーちゃんありがとう。花火。お金を出して女を抱くことが正義ってこと？あなたは雑草しか食べてないよ。お金出してどういう女性をあれしてるんですか、君は。私は何もかも分かってます。あなたの8小節聞きたくなった。だからこう電話しているんだ。また電話します。さようなら。風俗通い頑張ってくださいね。まあ俺がね、あの素人の女を食ってるから嫉妬してるんでしょ。自分は風俗通いだとね、はっきり言って、あの女はね、金で手に入れるもんじゃねえよね。金払ったってお金、心はお金で買えないんだよ。そうだろう。でも俺は好きな人にだったらお金は惜しまない。何でも買っちゃう。もう良くないのかもしれないけど、何でも欲しいっつったら買っちゃう。でも彼女限定かな。もう彼女になってくれたら買っちゃうけどね。そんな甘えられたら欲しいとかって、やっぱ甘えかすよね。何度もごめんなさい。あなたの過ごしてきたこと僕よく分かってる。あなた感謝上手、すごく分かってる。私も感謝大好き。癒しとかも大好き。チェンジ技456544555433456544445。大丈夫かな。ね。アカウントを出したくないんだろうね。アカウントを。そんなにね、アカウント出したくない。お薬必要か。お薬ね。なんかクリニックやってると、まあ、変なやつがいるから、自分はちょっと病んじゃうね、これ。これ先生大変だわ。先生。面白いやつたまにはいないのって考えてみ、自分が上がって楽しくできる。難しくない？動画にもしてないし、言葉だけって。難しいよね。喋って笑い取るって、そもそもが難しくない？だから俺がちょっといじったりしなきゃいけないんだけど、もうなんか、もう繊維喪失しちゃってる。繊維喪失してるよね。今日はガチ恋も上がらないしね。好き好き勢もいないしね、ちょっと。アクティブも低いしね。アクティブも。テンション上がらないよね。キラコメもないし。
すいません、何度も何度もごめんなさい。ゼロさん聞いてますか？どうしました？ゼロさんって元やっぱりアウトサイダー系な方だ、私は認識していまして、はい、乗ってる車がプリウスの革仕様にしても情けないなと、己を力数字に私は情けないと感じております。お前車何乗ってんの？私は今自転車しかありません。お前のがダセーじゃねえかよアホ。気持ち悪い、こいつブロックだな、こいつ気持ち悪いかな。このタコヤっていうやつもバカなの、これ 何やっとんの、上がってきてする、どいつもこいつも気持ち悪い、気持ち悪いんだよ。また彼女作って同棲したいな。無理か？よちよちしてほしいな。よちよち。寂しくなってきた。寂しくなってきちゃった。どっちよ。リスナーも相手してくれないか。寂しくなってきた。どうしよう。マミも今日は上がってこないしね。好き好きとか言っててもすぐね、いなくなるんだよ。どうせ。バカな場所には同等の人間しか来ないだろう。自分も含まれちゃうけど、大丈夫？頭。ね。こういうバカなコメントばっか増えてくると、もう喋る気もないよね。なくなっちゃうよね。狙ってる。まあ、ちょっと今寂しさが急に込み上げてきた。変なやつと喋ってて。まあリスナーが悪いよね。こういう思いさせてるのリスナーのせいだからね。結局。みんなが悪いんじゃない。リスナーのせいだね。頑張ってて何を頑張るの？え？何頑張んの？ご飯食べて寝なさいよ。夜8時に起きた男をもう寝かせようとするの。ひどいよね。ね。眠いっつうか、ちょっと寂しい。寂しいからって誰でもいいわけじゃないんだよ。ね。アレちゃんを家に呼んで、俺の寂しさなんて埋めれないんだよ。わかる？寂しさ埋めれないから。あれちゃんじゃ。そうだよ。誰ならいい？いや、ちょっと。誰がいいの？いや、ちょっとあんま聞かないでほしい。秘密。いや、彼女はいないけど。気になる人がいるって言ってたじゃん。そう簡単にやっぱ忘れられない。ずっと気になってる。なかなかうまくいかない。リスナーさん？いや、最近ちょっと絡んだ人。最近絡んだ人、自分の思い通りになかなか行かなかったよね。美人さん、いや、まあ男か女か分かんないような人、
言いたくない誰か。辛いよね、片思いって。きつい。言わなくていい。うん。大好き。うん、本当に大好き。もう、好きすぎて、辛い。好きすぎて、きつい。どうしよう。辛い。好きすぎて。うん、なんでこんな配信なの？いや、もう恋の悩みだ。恋の病。うん。もう一日中考えちゃう。どうしよう。会いたい。相談しようかな、俺が。うん、逆に患者になってる？マジか。パトロールやってない。行きましょうか。お薬ください。お薬。自分が、ちょっとメスに聞くけど、自分が大して好きじゃない人ってどうやったら好きになる？相手が好き好きで、どういう時に好きになる？相手のこと。どうしたら気持ちが動くの？ちゃんと、尽くしてるんだけど。うん？無理なの？尽くされても？時間かけたらいける？ええ。うん。好き好き言われ続けたら付き合っちゃった？付き合ったらちゃんと好きになったの？その人のこと。ね。利用はするかも。お金とかして怖っ。怖い怖い。怖いなぁ。原点から始まり、うん、早く好きになってくんないかな。駆け引きも。ということで、好きな人がいます。はい。好きな人が。おぉ。いや、配信者じゃない。電話してみたら、ね、よくないでしょ、配信のネタにしたら。うん。また会うの？まあ、うん。え？うん、リスさん。片思いが長いなぁ。片思いが。デート？まあ。まあまあって感じ。週間に一回あるかないかって感じ。うん。いや、本気でしょ、結構。だって、話をネタにしてないからね。うん。布団汚した人？いや、ちょっともうあんま言いたくない。うん？告ったの？まあ、うん。まあ、見てないんじゃない？うん。好き。もう、ダメかもしれない。どうしよう。いや、配信で思わず言っちゃった。寂しくて。寂しくて。で、信用がないらしいよ、やっぱ。俺って。ね？誰にでも言ってるんだって。そんなことないんだけど。うん。で、信用が、時間かかるらしい。うん。
告白、いや、聞いたら、まだ好きじゃないって言われた。好きじゃないんだって。つらい。絶対的な俺でも無理なことはやっぱありますよ。体の挨拶とかしてないよ。なんて。そういう不純じゃないんだよ。純愛なんだ。そんな、ふわっちの気持ち悪いね。恋愛と一緒にしないでほしい。純愛してるんだよ。俺は。時間をかけて、だから頑張るけど寂しいって話よ、うん、羨ましい？そうなの？まあ、結構辛いけどね、まあ、辛いっていうか、あんまり会えないからね、忙しいからね。俺って頼れるじゃん。頼りがいはあると思うんだよ。ね。頼れる男じゃん。心強いじゃん。うん。LINE とかは、まあ、ちょこちょこぐらいですよ。ツナの配信みたいに。ツナの配信みたいに。すいません。一回好きになると、もう好きだから、もうダメだよね。もう好きだから。もう好きなんだよ。簡単に忘れられない。好きなの？うん。いや、みんなも好きだけど、唯一恋愛感情がある子が一人います。ダメ？そういうの。やめた方がいいと思う。あ、うーちゃん、ありがとう。素敵な、うん。まあ、俺からしたらね。配信に出さないもん。うん、会話あるよ。一週間に一遍ぐらいしか会えない。寂しい。まゆちゃんだ、元カノじゃないって嘘つかないよ。そんなくだらないことしてない。だってリスナーさんとしか付き合わないって言ってるじゃん。そんな嘘つかないよ。ということでお疲れ様でした。じゃあね、ちょっと今日は休みます。はい、もうこういうテンションなんで。じゃあね、みんな。